ちは。こんにちは。豊さん、はい、日本ハム、はい、あの加藤投手が、はい、なんと FA 宣言残留容認へという記事が出ました。うん、普通は FA しますって言ったらあの戻れないっていうことも覚悟するわけですよね、他の球団と交渉するっていうことは。だからまあ FA 権を日本ハムに売るから、うん、はい、残るんだったら FA 使わないで残りますよみたいな、うんうん、そうじゃなくて FA 宣言した後に残るという、はい、まあ、そういうことなんだろうね。で、まあ、他球団との交渉はしないということなんだろうね。そうですよね、うん、だなので加藤選手の投手の場合は FA はします、ただもちろん日本ハムさんとも交渉しますけれども、他球団とも交渉させていただき、その結果戻ってくることも OK ですよっていう、はい、そういうこと。他球団の話も聞くんだ。そうなんです、そうなんです、うん、っていう、そもそもその FA 宣言残留容認を球団がダメって言っちゃうと、まあダメっていう球団もあるよね、はい、そうするともうその前に残るか出ていくかしかないっていうふうになっちゃうんです。マネーゲームになるね。そうなんですよ、これマネーゲームプラスアルファ、そのぐらい日本ハムはやっぱり加藤投手に残ってきて、残ってほしいっていう、そりゃそうだろう、思いが、はい、今年の開幕投手だよ。そうなんですよ。いや、それとやっぱ噂がポスティングでね、はい、うん、メジャーの方に行くし、はい、右と左の両エースが抜けちゃうと、はい、やっぱせっかくこうね野手作り上げてきて、うん、投手陣もある程度整備ができて、はい、2人抜けたらきついぞお前。そうですよね、うん、なのでやっぱり日本ハムは何が何でも残留してほしいっていうことから容認にしたっていうことだと思うんですけれども、これに対して、まあ加藤投手は育ててもらって感謝しているし、決断まで少し時間がかかると思いますというふうに明かしていると、うん、まあまあでもね、まあ、そんなに権利を行使できる時っていうのはないし、うんうん、まあ、そこら辺は楽しんでほしいけどな。そうですね、うん、あとは噂が、はい、どのぐらいのポスティングマネーが入ってくるから、ね、球団に。そうですよね、それをつぎ込めるかどうかだよね、加藤に。だから球団側はもうすでに加藤投手と3回残留交渉を行っていて、まあ、複数年の契約を提示済みなんですけども、もちろんでしょうね、はい、ただやっぱり3度も行ってるっていうところが、やっぱりでも加藤投手も揺れてる部分っていうのもあるのかな。まあでも球団の誠意じゃないのかな、その3回数っていうのはね、うん、まあ、具体的な数字っていうのは他球団の話を聞いて、はい、その数字を聞かせてくれないかと、うん、そこまでうちが出せるかどうかっていうのも検討するっていうようなことだと思うよ。でもそれ以上は出せないって言ったらもう手放すしかないし。そうですよね、まあ、経営だからね。そうですよね、うん、だ去年 の, その近藤選手 の, の FA のすごかったなびっくりしたなあっていうので、あの時は西武とソフトバンク、はい、まあ、巨人もね入ってきたりなんていうのもありましたけれども、で日本ハムどうするのかっていうなった中で、最終的にソフトバンクがものすごい金額提示して、まあ、そうだな、はい、まあ、それはもうしょうがないよ ね、 ね、まあ、そうですね、そうなると。ただそのドラフトで今回日本ハムはそんなに投手を取ってないって考えると、やっぱりじゃあ残ってくれることをなんか規定路線でなのかなと。それはそんなに当てにはしてないと思う。あ、ただ若手でいいピッチャーいるもん、はい、あ、まあ、金村とか根本とか、はい、もうそういうピッチャーが順調に伸びてきてるし、うん、こんなにドラフトで慌てて取らなくてもっていうのはあるよ、うん、あとは例えばトレードで取ってきたりとか。いや、そんないいピッチャートレードなんてできるかよ。そんな取れないわ。そんな出せないよ。出せないわ。そんな余裕があるチームはないよ。あとはそっか、あ、まあ、まあでもそっか、 FA ってなると、ただファームにもたくさんやっぱりいいピッチャーはいるんだよ、うんうん、だからそんなにドラフトっていうのは加藤とリンクはしなくていいと思う。あ、いいですか、そこは、うん、だから加藤は加藤だと思う、うん、ドラフトはドラフトっていうことで、うん、ドラフトはドラフト、まあ、加藤と一回話した時には、うん、基本的に残ることが理想かも分かりませんと、うん、まあ、だけどもやっぱ他球団の評価っていうのもちょっと聞いてみたい気持ちはありますという、うん、まあ、そういうことは教えてくれたよね、はい、だから日本ハムが嫌でとかそうだ、うん、そんなんじゃなくて自分の評価という意味、はい、あとは自分の性格を考えた時にどこに行くのがベストなのかとか、うん、残るのがベストなのか、交渉が解禁にまだなってないでしょ、はい、だからその解禁になってからやっぱこうじっくり考えたいっていうのはあるんだと思うよ、うん、
ですね。なのでやっぱりその決断まで少し時間がかかると思いますっていうのは、うん、やっぱりじっくり他球団さんとの話も聞いてやっぱ納得した上で答えを出したいっていう、まあそうだね、あとはね、そのやっぱり彼が一番思ってるのは環境だな、うん、だお金っていうよりも環境だよ、うん、自分が本当にこうしっかり投げれるチームなのか、はい、何かあった時にでも大丈夫なのかとか、はい、まあそういうことだよね。あ、加藤の性格ってね、やっぱ目立ちたがらないんだよ、うんうんうん、目立つことが嫌なんだよ、はい、オールスターの時でも誰と対戦 したいですかっていう問いに、はい、誰とも対戦したくないと人が様子いやいや、そうなんだよ、はい、だからね、そんなね大きな金、まあそれはさ、20億30億違ったら、はい、それは絶対そっち行くと思うけど、そんなにねお金っていうのも、うん、まああればあったでいいけども、うん、まあこれだけあったら十分だっていう、その範囲がやっぱちょっと狭いような気がするな。加藤選手貪欲、そこら辺は貪欲じゃなくて、うん、自分の働きやすい環境をより探すと思う。環境面をやっぱり一番に重要視するな、うん、あとはどうなんですか、まあ、もちろんその金額ってこともそうですけども、その複数年でも年数っていうのはすごくこう自分の中で引っかかってくる部分ってありますか。加藤の性格はさ、はい、だらだら長くやりたくないっていうまあそういうタイプでも多分あると思うんだよ。一生分そこで一生懸命やって、うん、稼いだら稼いだらそれでいい。別にさ、うん、ロールスロイス乗って、うん、キャバクラ行って、うん、ね、乾杯みたいな、あ、ドンペリで、まあ、これで帰れみたいな、うん、そういうタイプじゃないから、見えないですね全く、そういうふうに、もう本当に目立たなくいや僕はいいですみたいな、北の国からですとかいやとか、はい、本当にいい子だから、あ、だからそのお金にこう左右されるっていうことは、はい、そんなにはない、うんうん、その年数でも、あ、この年数でこの金額だったらもう十分ですよみたいな、うん、その折り合いはつけれる人だよ。そうなんだ、うん、他の球団マネーゲーム、いやもっと出しますからみたいな、うん、いやそのお金よりもこっちの環境を選びますみたいな、うん、こっちの方が私居心地がいいんでみたいな、はい、そんなタイプだよね。あ、そうなんですね、うんうん、謙虚というか、ね、本当に謙虚な、うん、あの子だし、はい、本当にいい子だから。そうなんですね、うん、いやでもただ日本ハムファンとしては去年はね近藤選手いなくなってしまって、うん、今年はまあ上沢投手がポスティングで行く可能性高くて、さらに今年の開幕投手の加藤投手までいなくなっちゃうってなると、やっぱファンはちょっとね悲しむというか、まあ、そうだな、うん、選手でやっぱチームの成績が左右されるっていうのは本当はあっちゃいけないんだよね、うん、だから吉田正尚が抜けて、はい、ね、じゃあ優勝できなかったって言ったら優勝したでしょ、はい、ダルビッシュが抜けた時も大谷が抜けた時も、うん、やっぱチームとしてはいい成績を収めた、うん、だから一人の選手として出ていかれて成績が全く変わるっていうのはあっちゃいけないことなんだよね、うん、だからまあそういうことはチームスポーツだからないって考えておいた方がいいよ、うん、そこはそこはね、うん、そこはみんなで補う、みんなで力を合わせて頑張るっていうようなね、はい、まあ、そういう方針でいけばいいんだけどもさ、やっぱファンだよな、うん、やっぱ出ていかれるっていう球団のイメージもあるし、はい、だからそういう意味ではやっぱこう日本ハムって今エスコン行ってね、うん、これからの新生日本ハムっていうことが、まあ、今年からスタートしたわけだから、はい、まあ、流出っていうのは避けたいよね。いやそうですよね、うん、ましてや今年の開幕投手エスコンで初めて投げたピッチャーだから、はい、だから宝だよ、はい、だから俺は残ると思う、うん、お、出ました、残る残る、去年も近藤選手の時にだから噂は少しでも高いポスティングで行ってほしいで、その分を加藤投手につぎ込める、つぎ込める、だから早くしろじゃないとこっちにいくら払っていいのかわからないポスティングで、ね、早くって、まああるけど、あ、そうか、いや残るよ、残ってくれますか、まあ、多分あのこれ聞いて日本ハムのファンの方はすごい心強い、いや俺は加藤とまたエスコンで話すのを楽しみにしてる、はい、あーそっかそっか、あれ加藤選手って出身って千葉、千葉、あ、関東なんですね、そっかそっか、関東来るかなロッテか、ロッテ同じパリーグになっちゃいますけど、まあね、はい、まあ、だけど俺は日本ハムは誠意を見せると思うけどな、
まあ、ただね、いろんな球団がね、多分加藤投手欲しいっていう球団たくさんあるので、まあ、解禁になったら多分名前はね、その球団の名前上がってきたり、具体的な数字が記事として出てきたりって、まあ、そうだな、うん、これからでもね、新庄監督はね、はい、無理しなくていい、君の人生だから君の選択肢の中で選んでっていう、うん、まあ、寛大なんだよね。あの、そう、新庄監督ってそうですよね。あの、自分が育ってきた人間だから、うん、人に、ね、残ってなんていうのは言えないと、うん、君の人生だから自分で考えて決断しなさいっていうタイプだよね、うん、そこがまたすごく優しい、まあ、すごい優しいよな。いや、すごいそれは思います。うん、俺は稲葉 GM が誠意を持って残すと、はい、残すで、加藤投手も残ってくれるのではないかと予想すると。大体外れるけどね。そうなんですよね。まあまあまあ、でも解禁になったらいろんな球団の名前もまた数字も上がってくると思うので、またそれ見ながら豊さんの最終判断をそこでまた決めていきましょう。今川もね、うん、あ、今川選手、こういう話をしたいよ。いつか今川出ていくんかなって。そうですね。いや、もう全く出ていけないから、今の成績じゃ。いや、それぐらいになってほしいですね、今川選手も。しっかりやれよみたいな。そうですね、はい、いやいや、今言わなくてもよかったんだけどさ。確かに、なんで出てきたの。いや、もう、もう今川もそういう選手になってほしいな。あの、加藤投手のような。そうそうそうですね、人目を食らうみたいな。そうですよね、出ていけってケツ蹴られるんじゃなくて。そうですね、引き止められる、引き止められる選手になってほしいと。なあ、はい、はい。